しょ。走れます走れます、さすがにね。ただのちょっとガチでジョギングしてる人とかが隣来たらちょっとなんか恥ずかしくなるんですよ私の走り方ってね、クロートの人から見たら変なのかなって思って、こうちょっと、うん、走ってないですよ感出して歩いて、で去ったら走る。私もなんかここのさ腕とかになんかスマホをくっつけてる人とかもガチじゃないですか。そこまでガチな人が来たらちょっと私はね焦っちゃう。そうなんですよ。まあそんな感じで帰ってきました。フードかぶる系、フードかぶんない帽子派、着てるパーカー欲しい。パーカーこれかわいいですよね、買ったんですよ。ロゴがかわいいです。運動にいいと思って買いました。こんばんは。昨日めっちゃレッスンしてきて踊ってきたんですよ昨日、瀬戸内 PR 舞台のね。くしゃみ出そう。ゼロタイム出そうから出るまでがゼロタイム。こんなところまでウォーキングで鍛えたスピードがもう脳を通る前に、感情になる前に出てましたね。やっはー、失礼しました。駆け抜けました。私のくしゃみたまにこうコメント打つ人いるけど、私そんなやっは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 ではない。そう、昨日ね瀬戸内ピエロ舞台のねレッスンをしてきて、あとピエロランドか、ピエロランドのレッスンもしてきて、ツアーがねもうあとちょっとなんでね、あと2日か、10月あれ2日だったかな、超アイドル祭っていうねニコニコのフェスがあるんですけど、ニコ生で配信される、それにもねピアノ舞台で出演させていただき、あ4日だった、4日、10月4日そうんで、今日は大阪と長崎の先行受付が今日で締め切りっていう、なんかいろいろね告知しないといけないことが多いのでね、皆さんがついてこれるか心配、この世界のスピードにブリーチみたいなこと言ってる、心配なんですけど大丈夫ですか、大丈夫ですか。分かりやすいのはね、だいたいあかりんさんかパセリのツイッター見たらめっちゃ分かりやすいと思いますよ私は何告知すればいいんだっけと思ったらそういう時はだいたいあかりんさんのツイッターを見てます。他力本願でも今日告知したんですよ、聞いてください、ちゃんと皆さんに伝えたんです。左目下に可愛いほくろあったっけ、ほくろもともとここにあるんですけど、なんかちょっと書いてみた、私昔書いてる人の気持ち分かんないとか言ってたのに、これねでも消しても、あ消えるかな、消してもあるんです、あ消えないかも、書いた、あ消えたかも、
わかる。薄いんですけどあるんですよ実は。そう。いや、たまにメンバー書いてるじゃないですか。書いてみようかなと思って書いたんですけど、だいぶ消えた、ね、消えた消えたけど実はもともとあるんですよ下書きがあるんですよちゃんと。隠してるの、触覚で隠してるわけじゃないんだけど、そうなんですよ。結構ほくろね、いろんなところにあるんですよ私。なんか、ま、もうほんと昔がマジでコンプレックスすぎて、めちゃくちゃコンプレックスだったんですけど、顔もね、体は分かんないけど、一、ここにも、ここはね、でも大体ハイライト塗ってるから消えるんですけど、ファンデーションとか塗ったら、2、ここに3、ここに2連あるんですよ、4、5。で見えないんですけど、多分光で、本当はね、4、5であって、あ、ここに、あ、見えないわ、あ、4、5？ここにもあるんですよ。ちょっと画面越しだと見えないですね。ぐらいかな。あと細かいのがビャーってありますけど、多分肉眼だとここら辺まで来ないと見えないやつかも。星座みたいで良き。そう。でも小学生の時なんかこう数えられたことがあって友達に、その時本当にショックすぎて。強行ほくろ除去手術を一人で行いましたね。ハサミでほくろを切るっていう手なんですけど、手はもうちゃんと傷になってます。でもなくなりました。いや見えないな、マジでこう白い傷になってるんですよ。ここにね、ここが濃いめのほくろがあったんですよ。だから本当にね、人の何がコンプレックスでね、何がチャームポイントかわからないから、人の顔についてとやかく言わない方がいいんですよ。特にね、人格が強制される前の年齢にはね。私は数えられたっていうショックでハサミでほくろをちぎるっていうことをしたので、ね、そうなんですよ。何なんですかね、コンプレックスだったのかな。今はね、そんなに気にしなくなってね、なんなら書くようになったっていうね、謎ですよね。顔はちょっとさすがに切るの怖かったのかな、うん、でもあれね、なんか本当に中学生ぐらいの時もコンプレックスだったから調べたけど、もう今ってなんか何千円台とかで除去できるっぽいから、なんかいいなって。もうん、私はコンシーラーで隠すっていう手段しかしてないけど、もう5000円とかもっと安かったかな、やばない、嘘かも、やめとこう私の雑知識を披露するのはやめておこう。でも結構安かった気がする。うん、そうなんですよ。ちょっとこの間のタワーのお礼をね、紙を買ったのでしたいと思います。ちょっと見えるかな、飛ぶかも、消そう。しおさん、タワーありがとうございました。この間のちょっと遅めのやつでございます。ノート買ってきました、ジョギングついでに。ありがとうございます。どう、ドーケイティさん
ありがとうございました。このね、あのノートを買っても1ページ目から使わないっていうのが私のね、あのポリシー。眩しい。ありがとうございました。謎ポリシー、なんかタワーのお礼のノートだけ結構いろんなとこがスタートしてるから、普通に使う分には1ページ目からだけど、なんでだろうね。こんばんは。変なこだわりですよね。お疲れ様でございます。これから仕事に行ってきます。あれ、まあ夜勤ですか。大変ですね。頑張ってください。バイト。逆になんで、逆になんでって言われても、逆になんで1ページ目からじゃあ書くんですか。その理由を教えてくれた私もじゃあ考えます。逆になんですかね。理由は特にないんですけど。こんばんは。1が最初だから。いや、わかんないですよ。私これだって後で見返す用のノートじゃないから、何ページから使っても一緒なんですよ。そんな使い方で最後まで使い切れるの、最後まで使い切るんですよ、それが。皆さんのおかげで、ありがとうございます。見返してくれないの。見返さないね。見返さないかも。だって新しい思い出がいっぱい入ってくるんだもん。うん。そうなんですよ。いいセリフ。新しい思い出で生きてます。今日ハダーのプレイヤー映像が無料で届いて、ブンブン丸を見てました。爆笑でした。ハダーの映像ってさ、自分の映像だと自分は映らないってことですよね。私が見てる映像が映るのか、ちょっと照れますね。ありがとうございます。でもあれはファンレターとかは読み返しますよ。うん、思い出を振り返りたいときは私はファンレター派かも。そっか、ハドの映像届いたんだ。じゃあ私のブンブン丸が見れるってわけですね。恥ずかしいな。こんばんは。ワンレターはどこに送るん？ワンレターは STU の公式ホームページに載っております。この間もね、ちょっと事務所に寄ってきて、手紙とねワンレターをね受け取ってきました。ありがとうございます。読みましたよ、お手紙も。手紙とファンレター、あ、間違えた、プレゼントとファンレターだ。
プレゼントとファンレター受け取ってきました。うん、変わったファンレターってある？変わったファンレター、ある、あるっちゃあるよ、もちろん。なんだろう、私のおすすめした本を読書感想文、ガチのあの作文用紙に書いて送ってくる人とか、あとなんだろう、でも面白いなと思うやつもいっぱいありますよちょっとね、普通の手書きのやつも好きなんですけど、あと変わってるってわけじゃないけど、割と他のメンバーも届くと思うんだけど、なんか写真が趣味の人とかは自分の撮った風景写真とかこうをなんかハガキにして送ってくれたりとか、そういう人は多いかも。うん、意外とあと手書きじゃない人めっちゃ多い、その打ち込みで送ってくる人とかめっちゃいる。かな、まあ、手書きの人も多いしね、バラバラでございます。暗号文は来ない来たことない、来てもちょっと読めないかも。そうなんですよ、手書きがいいですか？手書きだと嬉しいけど、別に本当に字が苦手ですって人とか全然打ち込みとかでも大丈夫です、うん、どんなファンレターだったりしてですか？でも、もう手紙ってなかなかね、出すの億劫になるやつだと思うから、もう届いた時点で嬉しいけどね。でもね、あの電話番号とか書いてもね、こう塗りつぶされてるからごめんねって思う。それは個人情報はね、なんかシャ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 ってね、大事な手紙がね黒塗りになっちゃうんでね。本名も消える。あ、本名どうだったかな。住所はまず消されてるけど、そう、黒塗りになるから、あんま本編には書かない方がいいかも。本編って言い方が合ってるのか分かんないけど、封筒ぐらいの方がいいかもね。うん暗号ね。レモン、レモンっていうかみかん汁的な。やばいな、そういう可能性が出てくるのか。炙り出し、炙り出しやったことないんですよね。本当に出てくるのかしら。緯度経度ならいけるかな。なんでそんななんかスパイみたいな方法で自分の住所伝えようとするのスパイじゃん。遊びに来たよ、やっほー、うん、そうなんですよ。最近ね、もう本当にそのレターボックスみたいなのに手紙入れてるんですけどね、また箱が埋まりつつあるから新しい箱にせねばなって思います。明日もレッスン、明日はレッスンではないかな。
昨日がもう長すぎて、なんか踊ってる途中にこうなんかトリップしてた世界に。なんか意識がなかった。でも踊ってた。私とまいちゃんだけめっちゃ長かったんですよ。でそんなになんかあのまたね例のごとくあの強制目覚まし時計で起こされてねあのやってたら、もうそんなにあの昨日その前日がハードで、私がめっちゃ疲れて寝て強制目覚ましで起こされて朝からね踊ってたら、なんかフランスに旅行行ってた。伝わるかなこれ。いやでも楽しかったですよレッスンは。フランスに旅行行ってました。あれイタリアだったかな。わなんか神戸ルミナリエのモデルってここなんだってなんか踊りながら思ってたんですよ。で気づいたら終わってて、一曲あれみたいな、じゃんみたいな感じで K ポーズ撮ってる自分がねいましたね。イタリアだったかも、もしかしたら。あフランスか。うわめっちゃ神戸ルミナリエに似てるって思ってたら、なんかフランス人に元々のモデルはフランスよみたいな言われたんですよ。そうなんですねって言ってた。そしたら踊り終わってましたね。集中してください。いやそう集中してたんですけどね、集中してたんだけど、その一曲分だけね全然なんか意識が飛んでた。そうなんですよ。よかった、無料でフランス旅行できた。でも踊れちゃうの。いやレッスン動画見返してたんですけど、ちゃんと踊ってましたね。あれみたいな、私この曲で多分フランス旅行してたわって思ったんですけど、うん、踊ってましたね。びっくり、謎ですね。ちょっと疲れてたのかな。あとね四国のレッスンしてね、四国と PR 舞台のねレッスンがね続けてあったんですよ昨日が。でなんかもう安否がねやっぱいることによってだいぶこう癒され度が高まるんですよ、こうレッスン中の。なんか特に何をしているわけでもないんですけど、そもそもそんなねいっぱい喋る方じゃないし、ただそこにいるだけなんですけど、なんかこう癒されるんですよ心が。でも PR 舞台のレッスン始まったアンピは帰るじゃないですか。だからすごいそっからなんかこうちょっと下がったんですよ HP みたいなのが、私の中の HP が。あれみたいな、なんかちょっと疲れやすくなったって思って、なんでだろうって思ったらアンピがいないってなって、アンピがいないからだって思って、まいちゃんにアンピ踊らなくていいからいてくれないかなみたいな。そうなんですよ、置いてほしい、何しててもいいからそこにいてほしい、空気清浄機みたいなね。そうなんですよ、おきちゃんにブチ切れたマイキーを見たアンピ可愛かった。そうなんですよ、なんかまいちゃんがねすごいなんか昨日が怒りやすい日でね、常に怒ってて、なんか怒ってる時に大きい声を出すんですよ突然、うわーみたいな、怒ってますみたいな。でなんかダンスの先生とかもハハハみたいな苦笑いだったんだけど、アンピーがなんかそれでみたいな、まいちゃんが怒ってますって大きい声出したら、アンピーがうわーって言って、私それ見たら、あアンピーが困ってるって可
可愛かった。困ってるアンピーって可愛いですよね。なんかなんかどっかで困っててほしい毎日。可愛かった。なんか言葉でもないんですよね、泣き声みたいな。はーって言ってましたね。そっち行かわまたが可愛かった。毎日困っててほしい。安否怒ることないの。え、私聞いたことありますよ確か。安否って怒ることあるのって言ったら怒りますよって言うから、どうやって怒るのって言ったら怒ってくれたんですよ目の前で目の前で怒ってくれたんですよ。でもね、なんか困ってるのとねあんま区別がつかなくてね、ちょっと表情がね変わるぐらいだったかも。ヘアーみたいな言ってましたね。可愛いよね。なんでこんな可愛いんだろうと思って。そう、威嚇してました。可愛いよね。なんであんな可愛いんだろうね。それはちょっと怒らせてみたい。いや、わかる。でも私は困ってる方が好きかな、どっちかって言ったら。怒ってるやつより、もっと知ってほしい、みんなに川又杏奈の可愛さを。アンピーね、絶対ね、もう写真よりも、もう生で見る方が可愛いんだよね。写真っていうか自撮りとかよりも本当になんかたどりか生の方が永遠可愛い。もっと伝わるアンピーの可愛さが。私はすごい憂いてる。もっともっと可愛いのに。自撮りじゃアンピーの可愛さはまだまだ表現できない。もっともっと可愛いんですよ。え、マジでハッシュタグアンピーは生で見るのが一番可愛い。広めていくしかない。そうなんですよ。でもそっちの方がいいよね。なんか自撮りで可愛いよりさ、他人が撮った方が可愛いってさ、もう本当に可愛い人やん。いや、自撮りも可愛いんだけど、生の方がもっと可愛い。キモいよね、私。自分でもそう思うんだよ。よく言われるの。キモいって。私がね、アンピーについて語ってたらね、言われるんですよメンバーに。だから、あ、確かに気持ち悪いんだなって思うけど、思うけど止められないよね止められないよね、うん、アンピーのツイッター面白いよね。面白いよね。意味わかんないよね。そうなんですよ。いや、アンピーのお話し会買おうか迷ってるもん、めっちゃ。え、まだ残ってんの？買うしかないやんみたいな。キモいよねなんで残ってんの？買うしかないやんそんなみたいな。買おうかなと思った。ダメかなってえ、私でもリアルがいいんだよな、オンラインじゃなくて。リアルお話し会を買いたい。リアルお話し会ってさ、メンバー行ってもいいのかな。楽屋でしてくれんのかな。
でも私はちゃんと並んでやりたいんだけど。でもこんなに私ちいかわまさんのこと大好きだけど、言うてそんな喋らないんですよね。こんなに好きなんだけど、そんなにこう裏では喋らない、ただ見てるだけっていう。そう、でも最近ちょっとは喋るようになったかも。でも多分ソラハとかみたいに、ソラハは結構ねアンピーと仲良くてね、一緒にユニバとか行ったりとかしてるんですけど、いやそういうのではないかも。なんかただただ見てたいし、隣にいるだけでいいって感じ。そうなんですよ、別に話さなくてもいいやって感じ。ただたまになんかうわーとか困っててほしいけど、でもね私が喋ったら多分私の質問が謎すぎて安否が困るんですよ。でも私の言葉であんま困ってほしくはなくて、なんかこうもっとこう自然現象なことで困ってる安否を見たいんですよね。私が意図してこう困らせるような質問ばっかりしちゃうけど、私は別に私込みでそうなってほしいんじゃなくて、私のせいでそうなってほしいわけじゃなくて、なんか自然な現象で困っててほしい。なんかこの昨日のレッスンはとても良かったです。舞ちゃんが大きい声出して、ね、困ってる安否を見るのはめっちゃ好きでしたね。わかる？あ、でもちょっと分かってくれる人はやっぱいるんですよ、ちょこちょこ。他になんかあるかな、自然現象でも。なんかよく困ってるよね、ちいかわまた。あーな、よく困ってますよね。そうなんですよね。自販機から缶が2個出てきた時、あ、困ってそう。見たい。配信でもよく困ってる。見たいね。私アンピーの配信あんま見たことないんですよね。早いよね、するの多分時間帯。私と生活リズムがちょっと違うわ。あ、見たことない。でも多分可愛いんだろうなって思う。あれ見ないと人生損する。そうなの、痛いね。今度さ、なんかこの前か、あの僕隊公演配信でやりますって言ってたから見に行くねって言ったら、あ、昨日終わりましたって言われて終わってた。しかも私見に行くねってさ、配信見に行くねじゃなくて家まで見に行くねって言ったんですよ。僕隊公演家で見てもいいって言ったら、あ、昨日終わりました、でも次するときは見に来てくださいって言われて、じゃあ次するときは見に行きます。残念、終わってました、うん、観覧席で観覧しときたいと思います。関係者席で。そうなんですよ、まあそんぐらいにはね、なかなか好きなんですよ。今度ね一緒に公演出るので楽しみです。今度の公演2期生がね、アンピーしかいないんですよね。1回だけそのメンバーでやったことあるけど、
四国ね結構メンバーが多いから、あ、なんですね、出れるメンバーが、ま、出れるメンバーが毎回違うかも、その時で。あかりんさんはでも毎回いらっしゃるんですよ。あかりんさんだけアンダーがいなくて、確かももちゃんと一緒になったことある。いや、ももちゃんね、私今一緒のポジションだから、もう多分一緒に出ることないんですよね、四国だと。この間初めてユキリカと一緒に出たかな。前までユキリカが一緒のポジションだったんですけど、ポジション変わったから初めて一緒に出た。生誕祭、ユキリカの生誕祭以来かも、四国公演久しぶりですね。やっぱ瀬戸利がいいね、四国は。そうなんです。四国が多いというより他が少なくなったのかな。マイカーはでも少ないね、確かに。別ポジ覚えよ、覚えたいね。どこでもいいんだけど、ユニット別のやってみたいね。二期で一番話すの誰、誰だろう。でも選抜はよく喋るよね、2期生。誰が喋るだろう。花誰の選抜か、選抜以外だったらみほりんとか、なんかどこ行ってもいるからよく話しますね。サーヤンも結構喋るかも、一緒に。誰だろう、誰かって言われたらそんな難しいけど、みほりんは昨日もいたしね昨日もいたし、どこでもいる。でユニットが被るから、とにかくどこでも一緒。サーヤンと話してとか想像できない。嘘。いや面白いよね、サーヤン。サーヤン昨日面白かった。なんか隣で書いてて、なんかやっちまったぜみたいな言ってるから、えみたいな。したらやっちまったぜって言ってて、何やっちまったぜってずっと言うからやっちまったぜって言ってるんですよ。何を、しかも なんだその口調はみたいな。何って言ったら、そのなんか立ち位置書いてて、ノートに立ち位置書いてて、なんかこの曲で立ち位置書いてるのに別の曲の立ち位置番号をその曲に書いちまったみたいな。なんかやっちまったぜって言ってて、私の中のツボになりました。なんで、なんそのワイルドな口調。面白い。サーヤンでも面白いよねサーヤンいろんなメンバーと仲いいイメージありますね。やっちまったぜって言ってた。そうクールポコ確かにゼではないけど、そんな感じですかね。でももう2期はもう3年ぐらいになるから、だいぶ
みんなそれぞれ打ち解けてきましたね。打ち解けてきたなと思う。花垂れで特にやっぱ一緒になる機会が、うん、多いので、結構今まで一緒に出たことないメンバーとかいたんだけど、喋るようになったかなって思いますね。うん、喋ったことないメンバーもういないですね。最近もう私の目標だったね、あやぱんと喋るっていう目標もね、最近っていうか結構前か、うん、クリアしました歌が好きってことを伝えましたね。めっちゃ歌声かわいいと思って、あれかな、となっちゃんとかともなんか前まで全然喋ったことなかったんだけど、最近喋るようになったかも、結構普通に、うん、もうでもいないかも、研究生ぐらいかな、研究生ぐらいかなって感じ、うん、期生のね皆さんとかねもう長いからほぼいないんだけど、でも最近最近お話し会の時かな、マイハさんと結構お話しして、それは割となんか初めてぐらいだったかも。なんか喋ることあったけど、そんなこう長い時間ずっと一緒に喋るってことがあんまりなかったから、うん、マイハさんとミッチさんと3人でねお話ししてました。どんなお話したの？なんか推しについて語るみたいな推し面についての定義みたいな話してましたね、うん、なんかマイハさんがね好きな女性 YouTuber さんがいるみたいな話してて、でそのなんかめっちゃ推してるみたいな、もうガチ恋って言ってて、あそうなんだって、なんか私好きな YouTuber とかいるけど、推しなんかアイドルの推し面とかいるけど、なんかあんまこうそういうインフルエンサーとか好きはいても推しはいないなって思って、なんか好きと推しの定義みたいな話してて、これをしたら推しじゃないかみたいな、私はそこまでしないから推しではないですねみたいな話をしましたね、うん、一つ例を、うん、これは私の勝手な見解ね、別に人に押し付けるつもりでもないんですけど、あの一個人として聞いてくださいね、うん、私の中ではこう好きと推しの違いは、私の推しは貢献したいって思ったら推しなのかなって思ってる。だから好きな YouTuber さんとかたくさんいるけど、ほとんどコメントもしないし、正直チャンネル登録もあんましないし、高評価ももう推してるなんか人って少ないっていうか、でも唯一なんかそんなにめっちゃ駆け出しの全然登録者数もいない YouTuber さんが好きで、その人にはだけはなんか毎回こうコメントも残すし、数字のね一人になれるようにその貢献してるかも、なんかちゃんといますよみたいなあなたのファンはここにいますよみたいな、ちゃんとこう数字として貢献したいってこう思えるたら推しなのかなって思った、私はね、うん、気づいてほしいってこと、気づいてほしいっていうか、別に自分の存在は別に知ってもらわなくていいんだけど、
知ってもらわなくていいっていうか、知ってほしい、あのここにちゃんとあなたのこと見ている人いますよって、だから動画投稿やめないでねっていうね、見返りは求めないの。私は別にその人に対しては見返り求めてないけど、あの無断で無言であの去らないでくださいねと思ってる。そういなくならないでくださいねって。でもね、本当にいなくなってもおかしくならないぐらいにはね、割とまだまだなんですよ。だから多分その一個のコメントとかが絶対大事なんですよね。そう、だからあのちゃんとあの高評価も押すしコメントもするしみたいなっていうあの感じかな、私の中での定義なんでね。その知らない、ガチ恋の人たちとかは分かんない、私はそういう目線で押してないから分かんないけど、そうなんですよ。ファンが増えたら去るタイプ、あーどうだろう、どうだろうね。その人がこう自分が求めているものを提供している限りは去らないかも。ただ自分がなんか狙ってる層じゃないんだなと思ったら去るかも、その動画内容とかが。今んとこはもう自分が普通にね見たいとか楽しいって思えるからいるけど、まあでもわからんでもない、そのメジャーデビューする前まで好きとか言ってる人がね、メジャーデビューしたら去っていくのとかもわからんでもないけど、私はあれですかね、自分が好きなままを貫いてくれる限りはって感じかなっていうね。こんな深い話をね、めっちゃシーンとしてる楽屋の中ね、あの3人で話してたんです。みちさんを推しないみたいなこと言ってたかもな。少数ですね。お笑い芸人の応援とも通じる、あーなんか分かりそうな分からなさそうな感じするわこの間のそのお話し会でね喋ってました。皆さんは何かあります、好きと推しの違いみたいな。違いってないですかね、もう好きだから推すって感じですかね。私はなんか若干違うなーって感じです。自分のね、自分が押す分にはね、自分が押される分にはそんな思わないけどって感じ。なるほどね。違うあるないをみんなもうそれぞれですね。時間とお金を注ぎ込む、なるほどね。もろ刃の刃だよね、押すって。結構それだけね、注いできて得られるものがねどこにあるかだよね。なんかもう哲学みたいな押すってね、ただ気楽に好きでいるよりしんどいですよね。なかなか大変な世界だと、押される側のアイドルはお気楽なことを申しております。まあ私はね、今からいいこと言います。私はね、そんなね、あの押してくださってる人たちにはね、ちゃんと楽しかったとね、押していて楽しかったと思っているようなね、愛を代わりに提供したいと思いますので、おきちゃん押したら楽しいですよおきちゃん押したら楽しいですよ。
いいことなんだ、いいことだよ。いや私本当にね、なんか恩返しできるね、なんかイベントとかめっちゃやりたいんよね、いつか。なんかソロイベントみたいなさ、いつかやりたいよね。なんか今さ、なんかPR 舞台のさ公約みたいな、なんかさスタッフさんにさ、なんか公約みたいなのないのって言われてさ、なんかなるべくこう他のメンバーが公約掲げてたのかな、確かリンコちゃんとかバンジージャンプとかね、なんかそういうのなんかねやれるようにやるけど、おきちゃん公約ないのって言われて、あないですねって言っちゃったけど、え作っとけばよかった、そんなもしできるんだったそんななかったけど言っとこうかな私ねソロイベントやりたいんですよピちゃん公約ないっすねって、そういつかねできたらいいなって思う。そうソロイベントしてほしい、そうしたいんですよね、なんかきっかけがあれば、きっかけがあればやりたい、なんかないかなきっかけ何でもないけどやっちゃいましたとかでもね楽しそうだけどね。みちがディナーショー考えてると言ってた、うわー何それ、似合うね、めっちゃ似合うやん。あかりんが24時間配信してたのってなんでだっけ、あかりんさんが24時間してたのはあれは PR 舞台の公約じゃないかな、あれ違ったかな、多分そうだと思う、カイリンさんの PR 舞台の昔の公約な気がする。ディナーショーいいね、歌いながら食べさせて、なんかやりたいねって思ってます。いつかちょっとできますように、頑張ります。そろそろじゃあ壇上読もうかね、で YouTube の企画でやろう、あいいね企画ね、予算があればやりたいそれではそろそろじゃあ壇上を読みたいと思います。13位から読みたいと思います。13位松さん、12位トトさん、11位アスパラさん、10位タカさん、9位ひろし BKK さん、8位白熊さん、7位カズノリさん、6位千下さん、5位ソウリュウさん、4位タオさんでした。13位から読めの皆さんありがとうございました。そして3位がジリーさん、2位がトニさん、1位がコボチャさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さんありがとうございました。配信見てくれてありがとう、お疲れ様でした。こちらこそ、ポコちゃん起きた、ポコちゃん水飲んでますね、水飲んでます、これから多分走るんでしょうね。あーそうだね、去年 STU チャンネルでやったサンタのやつとかね、そういう感じでいいよね、懐かしい、あれ楽しかったな、そういう感じのことがねまた今年できたらいいなと、今年来年ぐらいにはできたらいいなと思います。あとね YouTube のね企画なんかいいのありやってほしいやつありましたか、あったかありますかってメールしたんですけど、いっぱい案くださってありがとうございます。ちょっとこの後ゆっくり見ながら検討したいと思います。ありがとう。そうなんです、
水飲みと走りの違いが分かる男になりました。ポコちゃんの水乗りは、水飲みはカチャカチャカチャで、走るときはゴーゴーゴーです。物音マスター頑張ってください。じゃあそろそろ終わりの時間がやってきましたね。皆さんお疲れ様でした。ゆっくり休んでまた明日も頑張ってください。私も頑張りたいと思います。明日もバイバーイ。配信ありがとう。こちらこそありがとうございました。お疲れ様でした。お風呂入れよう。入りますお母さんお母さんかな。お疲れ様でした。バイバーイ。